皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は10月11日にリリースしたツリーオブセイバーネバーランドについて、ここ数日プレイしたのでどんなゲームなのかババッとレビューしていきたいと思います。また関連する動画をいくつか出しておりますので、興味ある方はぜひこちらもご覧くださいませ。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まずレビューの前に簡単に本タイトルの概要をお伝えすると、タイトル名はツリーオブセイバーネバーランド、リリース日は2024年10月11日、ジャンルは手書き風癒し系 MMORPG、 開発はクオーカエンターテインメント、プラットフォームは iOS、 Android、ラグナロクオンラインやグラナドエスパダの開発者としても知られる韓国の4大プロデューサーの一人、キム・ハッキュさんが美術監督を務め、さらに音楽監督には100英雄伝やテイルズ・オブ・シリーズなどで楽曲担当した日本のトップ作曲家、桜庭元衣さん。また開発チームはグローバルダウンロード数1000万を超えた癒し童話系 MMORPG アッシュテール風の大陸の開発に携わったメンバーで構成されております。また本作公式アンバサダーとして人気俳優生瀬勝久さんと阿久津日香さんが起用されていて、2人が出演している本作の CM はかなりコミカルに表現されていて面白い内容となってます。本作の売りの要素は 2.5D による独自な手書き風アートが特徴で、水彩の薄塗りで可愛らしい色彩アートで表現、さらに可愛い精霊に出会える空間を作り出し癒しを提供できるよう工夫しているなど、かなりアート面に力を入れております。また MMORPG には欠かせないジョブ要素については、戦闘職業以外にも生産系ジョブが充実しており、それぞれが役割を明確に持っていて、例えば料理人が戦闘バフ料理を調理し、錬金師が回復ポーションを作り、 NPC が売っていない高級品を各ジョブがどんどん作っていき交換し合うことも可能。どの生産系ジョブも廃れることなく活躍できるゲーム設計となっております。さらにゲーム内生活におけるシステムにおいても、マイホームの建設や衣装や乗り物など自由に制作できたり、農園を開業し動物の飼育や植物の栽培、さらに取引や販売などなど楽しいが詰まった内容となってます。こういった要素から MMO の醍醐味である他プレイヤーとの交流も盛んになり、ゲーム内経済も活性化できて結構盛り上がりそうな感じなんですよね。ここまでがざっくり概要で、それらを踏まえて細かく解説すると、売りの要素というところで 2.5D で表現されている手書き風グラフィックは新鮮で可愛らしいアートワークとなっていて、映像で見るよりも実際に遊んでみると、おお、なんか新鮮だって感じになりますね。でフィールド上には猫族のキャラやペンギンだったり、結構可愛らしい NPC がそこら中にいて、話しかけると愚痴だったりミッションが発生したり、様々な会話を楽しむことができたりします。さらに猫霊と呼ばれる30種類以上のお供猫がいて、この子たちがどれも可愛くて、その中でも特にゴッドファーザー猫は入手したいですね。そんな可愛いキャラたちがフィールド上のあちこちにいて、結構これが和んでくるんですよね。ここまでが見た目的な部分で、次は生産系ジョブについてですが、メインのジョブとは別に1人1つ生産系ジョブを習得することができて、料理人であればバフ系の料理を作ることができたり、錬金師はポーションなどの回復アイテムの生産が可能、さらに職人であれば採取に必要な道具を作れたりと、それぞれ役割を持ってます。自分が習得していないジョブの生産物が欲しい場合は、アイテムを生産できるジョブを持っている人にお願いするか、そうそう身近にお願いできるフレンドがいない場合は作業場を借りて自分で生産することができるので、それを使って必要なアイテムを作れる流れ。ただその場合は作業場提供してくれた方の生産レベルに応じて作れる素材が変わってきます。欲しい時にすぐアイテムを生産できるので、このシステムが結構良いんですよね。次がマイホーム機能。まだ開放したばかりであまり開拓できてないんですが、結構広いマップに畑を作ったり、ショップをオープンさせたり、動物のお世話をしたり、衣装の制作はもちろん乗り物の制作が可能で、これが結構やり込み要素となってます。生産物はフレンドに送ることができたり販売することもできちゃいます。ただ残念なことに
ゲーム序盤なのでまだフレンドに送れるほど余裕はなく、作ったものは自分の糧にしてます。次は装備に関してなんですが、武器や防具、アクセサリーの装備はもちろん、さっき話したネコレイを最大3体装備させることができ、戦力アップはもちろん、装備させたネコレイのスキルをバトルで発動させることが可能です。またネコレイの組み合わせに応じて連携が可能で、連携させることで連携ダメージを与えることができるようになります。ネコレイのスキル自体威力の高いものなんですが、連携させることでさらに効果力になるので、この組み合わせをしっかりと意識した編成が重要になってくると感じます。続いてはバトルについて、 MMO ならではのパーティープレイでしっかりとそれぞれ役割を持っていて、バランスの取れた編成で挑むことが攻略の鍵となってます。この辺は他の MMO と一緒で、本格的な MMO バトルを体験することが可能となってます。オート機能も実装されているので、道中の雑魚戦はオートで進行させつつ、ボス戦はマニュアル操作で挑むといった、お手軽で楽しいところをギュッと遊べる感じがまた良いですよね。ただボス戦が油断すると即死することもあって、しっかりと対策を練らないと攻略できないこともあります。その他ミニゲーム要素や踏破型コンテンツなどがあったりと、とりあえずやることがいっぱいあって、暇を持て余すことはないです。時間をかけた分だけ強くなれるので、達成感も得られやすく、優越感にも浸れ、さらに他のプレイヤーからも頼られ、 MMO ならではの体験をしっかりと得られる要素が満載です。実際にプレイした感想ですが、人口がめちゃめちゃ多くて、そこら中にプレイヤーがいて盛り上がってんなーって感じになります。久々に MMO をやって一緒に遊んでる感出てるじゃんって気持ちになれました。人口多くてすぐにパーティー組むことが可能で、さらに各種素材類の生産やバトルの役割など遊び応えはあるし、プレイした時間に応じて強くなっていく感じが見た目以上にしっかり MMO になってます。ここだけの話、ぶっちゃけリリースする前はちょっと見た目が可愛い感じがしたので、割とぬるい感じの MMO かなって思ったんですが、いやいや、プレイしてみるとがっつり MMO になっていて面白いなと感じました。なので MMO まだしっかり遊んだことない人には結構おすすめかなといった印象。見た目が可愛いらしいので入りやすいと思います。リリースしたばかりなので特典も豊富で、その中でも特に無料でもらえる金色の招き猫コスチューム4点セットは基礎ステータスを大幅に上昇するので、スタートダッシュにはおすすめの装備。もし MMO 遊んでみたいなぁとちょっとでも思っている方はぜひプレイしてみてくださいませ。はい、今回は10月11日にリリースした TOS シリーズ革新作ツリーオブセイバーネバーランドのプレイレビューを行ってまいりましたが、いかがでしょうか。がっつり MMO として楽しめる内容なので、ぜひ興味ある方はプレイしてみてくださいませ。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。